おはようございます。今日なんですけども、使っていくタックル説明なんですけど、ロッド、プロトロッドの S804L プラスっていうのと、で、リールが、ニューセフィアの CI4 プラス C3000S ですね。で、エギが、エギザイルのラトル 3.55。これでいきたいと思います。お願いします。深いな。深い。ちょっと浅い方行ってみます。前回で当て状なんですよね。こっちへ寄ってくるからこう投げたらこっちへ入っていくしこれやったらやったら足元へ寄ってくるしね。この下深さあったら探れるんですけど、もうそこで下に多分ちょっと駆け上がってるんで相当難しいですね。これあまりライン張らないようにすることですよね。まあ、足元攻めれればなんですけど、張れば張るほどしゃくった時に普通手前にこう沈んでいくじゃないですか。でもフリーにしたらもうそのまま潮髪頭向いていくと思うんですよ。だからそういう風にしながら誘っていく感じですかね。しゃくってはラインフリーにして潮髪の頭向けさせて、とりあえずなんか当たりとんなワンテンポ遅れると思うんですけど、とにかくその潮になじまそうなじまそうっていうことを考える感じですかね。できるだけエギに抵抗を与えないようにして潮になじませていくっていう。で、足元に来た時に誘えばいいかなと。それはこうあくまでもついてこさせといてっていうことですよね。どう沈んでいってるかっていうイメージをしっかりやっぱりしとくっていうのはすごい大事かなと思うんですけど、それがラインがね、なんかあんまり太かったりこうすると抵抗かかるから、うまいこと潮髪向いてくれなかったりはすると思うんですけど、あーやっとでも小さいイカ出てきたっすね。うん、あの奥良さそうっすね。いけるんかな。多分ちょっとすり鉢状になってて、これが張り出してて、そこちょっと下りでかいのね、沈んでるんですけど、あのね、奥の車両が気になって仕方ないんですよね。このワンオークで潮の量もたまるやろうしね。ここってちょっとのぺっとしすぎてるんですよね、このもうサイドが。だからそっからのこのスリットか、もうあのシャローかちゃうんかなと思うんですけどね、いてるんやったら。
こことかがっつりね張り出してるからいてそうっすけどね、このスリットとかやったら。ちっさいな、おったけど。まあその湾の中の湾って感じですね。まあ、釣り糸になってるんで、まあ、そこに入ってないかなと思って、でまあ本当もちょい投げして、そのスリットの中へ沈めてしゃくり上げたら、そこの方で当たったんで、もうすぐ合わしましたね。はい、地形的にどうしてもこっちの奥の方が気になったんで、向こうはもう平らでちょっとのぺっとしてたんで、足止めるとこないやろうなと思ったんで、回遊待ちするんだったら向こうの方がいいんですけど、やっぱり五木の活性高いの狙おうと思ったら、こういうちょっと変化あるとこ打っていく方が、もう勝負早いかなっていう感じですね。で全体的に探ってなかったら回遊待ちの方行くっていう感じにはしようかなっていうふうに、まあ、思ったんで、なんとかまあ正解は正解だったんですけどね、あとはサイズだけです。さーい、リリースしますね。見えます？今寄ってきた、寄ってきた、もう黒い点々いっぱいあるんですよ、そこら辺に。見えます？でしょ、今度がやっぱ入ってるんですよね。でもでかいのがいないんですよね。あー多分これちっちゃい息つけた釣れるんでしょうけどね。全部多分そうなんだね、もう。これでもこんだけおったらでかいのも絶対この入ってそうですよね、こんなシャローでもめっちゃ来るから。んすごいいてる。おしゃもう車道のイカ釣るときは案外雑でいいんですよ、もう活性高いんで。見えてたら飛びついてくるから、ちゃんとやったら釣れないですよ逆に。見せるだけでいいっていう。とりあえずあの北西風がねちょっと吹いてきたんで、風裏になるとこ探して、でまあちょっと河口絡みでベイトの多いとこですね、で少しやってみたいなと思います。でエギはエギザイルの 3.5 ですね、ラトル入りです。これでやっていきたいと思います。まあ、でも加工やからやっぱり濁りの影響は出てるっすね。
潮は全く動いてないですね。とりあえずもうのぺーっとした感じなんで、ひたすらボトム叩いて足元までやっての繰り返しですね。もう海流入ってきたらっていうとこなんですけど、さあ栄光量になってきた。このタイミングやけどな、一番一日の中でテンション上がるとこですよね。さあ来たー、やっぱこの時間やね。よし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 、イカはおったら来るんやね。よいしょ、底ついてちょっとしゃくり上げたらもう下から弾いてくる感じにパーンってきたんで、かせ高かったですね。ちょっともう回ってきたんですかね、海流で。元気っすね。はい、スペースアップしてます。そうですね。これはもうあのこの湾に絶対捕食に上がってくると思うんですよ、沖にいてるやつが。ちょっと個体が大きくなるとやっぱ大きい出ていくんで、でも食べる捕食時の時間帯ってこうシャローで刺してくるんですよね。でそれがこのやっぱり湾で刺してくるのに入り口じゃないですか。その入り口で回遊するやつを入ってくる時に取るっていう作戦なんですよね。その南岸って言ったら要所要所で出そうなとこ打っていって取っていくんですけど、これもあのいないの分かってて、そこは絶対通るやろうっていう過程で通るまで打ち続けるっていう、回遊待ちの釣りっていうのはそういう風な感じになるんですけど、とにかくでも信じてその投げれるかどうかなんですよね。もうね、風もこの状態だし、できるとこはここしかないからやるしかないっていう。めちゃくちゃやっぱりでかいあれではないけど、でも嬉しいいっぱいですよね、やっぱり結果出たんで。今回そうですね、まあ、あの回遊待ちと、欄干と足元の釣りっていうのをこう、まあ、この秋の釣りでちょっと分けながらっていうのを自分の中でまあテーマちょっとそういうのがあって、で、まあ、それを少しこうお見せしたいなっていう、まあ、デイで欄干しつつ夕方は回遊待ちやって、まあ、結果的にポロポロっとは取れた感じにはなったんで、まあ良かったかなっていうふうには思います。最終やっぱりこれからのねシーズン、まだまだこうやって狙える感じのやつが増えてくるんで、サイズももっともっと上がってくるやろうし、ガンガンまあちょっとこういう釣り方で1日のエギングっていうのを楽しんでもらえたなと思います。はい、ありがとうございました。